はい、今回はまたまた小アジを釣ってまいりまして、いっぱいいるもんですから、ここまでねもうさばいておきました。もうお腹も海底ね、全部三枚におろしてお腹を海底ところまでやっておきました。ここから先で今日何しようかと言いますと、アジのつみれを作ります。その作り方をご紹介いたします。まあ皮もいろいろな剥き方がありましてね、まあ一般的にはこうかな、こういう頭の方をちょっとこう引っかいて、こうね、こうして剥く剥き方もあれば、あとはこっちからねこういうのもあるんです。こうやってね、数がありますからできるだけ早いのがいいかな。これでいきましょうか。じゃあこの辺にします。ちょっと目方を測ってみましょうね。470か、ちょっと500まで持っていきましょう。よし、ね、一応 504g まで持ってきましたので 500g とします。それでは、つみれを作る材料を紹介します。もう先ほどひたすら剥きました、皮を剥きました。アジこれ 500g です。 500g で今回は玉ねぎ使います。まあ、長ネギが一般的なんですが、今回は玉ねぎを使います。玉ねぎ1個、これ約 250g ぐらいですかね、だから半分ぐらい、はい。それと大葉は10枚、それと生姜、これは 30g で、あと片栗粉適当、それとこれはね多分ねあまり入れる人いないと思うんですけどね、私は入れてみます。これなんだかわかりますか？最近注目されている食材、赤木です。赤木、海藻ですね。ぬめりの強い海藻、非常にこれ健康にいいとされているので、でまあ美味しいです。私も毎日のように食べてるんですけどね、これを混ぜます。これ50g、あとはお塩と薄口醤油を少々使いますのでね、それだけです。それでまず先に何をしなきゃいけないかというと、このまだまだアジの作業が残っていて、これをすりつぶさなきゃいけないんですけど、まあ調理場ですとフードプロセッサーという大変優れものがあるので、今はそれを使ってこれミンチにしますね。あっという間です。まあ、それをしまして、じゃあこれはちょっと後でね見せます。それで、あとは玉ねぎはみじんにします。みじん切りにするので、ここ半分に割って、ね、みじんにするときはねこうやってね根をね残しておいた方がいいんです、ね、それをね今切るとき説明しますが、こう根の方こっちにね自分の反対側に置いて、こうしてね、まあ、包丁入れていきますね。この時に根がくっついてると玉ねぎがばらけない、ね、この時根を取っちゃっておくと、取っちゃうとこの時点で玉ねぎがバラバラバラっとばらけてしまったりする。
ですからこういう便利でしょ。でまあこっちから、まあ、包丁は適当に入れてもらって細かいみじんにしますのでね、細かく切ってください。こう来ると打ちづらくなるので今度こうするんです。そして今度こっちから打ちます。で今度また寝かすんです。こうしてね。こうして根のとこだけを残せばいい。いいです。こうやって根のとこだけをね残せばいいんです、ね、1つ3個までにどうぞ。あとは粗かったらこうしてやるしかないですね。ね、ボウルに取っておきます。そしてこれ後で揉んで絞りますんでね、これね少しこの時点で少し塩を当てて塩振ってこうやって混ぜておいてください。そうすると玉ねぎがしなっとしますので、ね、これで置いておいてください。ちょっとね。そして大葉ですね。大葉も細かく刻んで入れます。これどうしようかな。もう巻いてこっちから打って、でこれをまたこうして、これもちょうも、はい、大葉もボウルに取っておきましょう。生姜はすりおろしても結構ですし、今回はどうしようかと思ったんですけど、みじんにします。これもそれでまあね、いろんなやり方があります。ただね、手っ取り早くやるのはこうして下まで切らずにある程度のところで切って、こうしてですね、こうしてこれを今度線に打っていきます、はい、でこう切れましたら今度はこれをちょっと吊るしてね、こっちから打っていく。こっちからこう切っていくと細かいみじんになります。はい、これで生姜のみじん切り、はい、どうですかね、わかりますか。これ生姜みじんになりました。あれ、言い忘れたかな、さっき大和芋を材料としてすりおろした材料、これアジが500グラムでしたから、こっち50グラムね、一応1割ぐらい目安に入れます。追加です。はい、こういうねフードプロセッサーというのがありまして、これをね使います。これでアジの身をすり身にしていきます。いいですか。これに先ほどのアジの身を全部入れてしまいます。ちょっと音がうるさいと思うんですけど勘弁してください。それではクラッシュしますよ。はい、
クラッシュできました。これ見えますかね、もうこういう状態になっちゃってるんです。こうね、はい、これを今度はボールに取ります。はい、これが 500g のアジのミンチになりました。こう触るともうほとんどなんて言うんでしょうか、身の形はありませんし、もうひき肉ですね、ひき肉で、これをに今度調味料なり薬味を合わせていきます。はい、では全て合わせていきますよ。まず玉ねぎ、玉ねぎは先ほどね塩しておいてね、あれからねきつく絞ってください。かなりきつく絞ってください。水気を取ります。それでね、もうこのぐらいになってしまいましたので、これをまず全部入れましょう。はい、それと、先ほど切りました大葉も入れます。全部入れます。生姜も入れます。生姜効かせましょうね。はい、それと言いました赤木も入れます。はい、それと追加しました大和芋も入れます。はい、でね、もう手が一番混ぜやすいんですね。手でいきますよ。まずお味噌を入れてもいいでしょう。ここでね、お味噌なんかを入れてもいいと思います。そしてここで片栗粉は適当ですよ。まあ量的に見た感じ大さじ1杯半ぐらいかな。はい、それと塩、はい、一つまみバーッと入れます。ちょっとかさ塩、それと薄口醤油しとったらし、はい、でまた混ぜます。はい、今度これをね沸かした湯の中にこうしてですね、ガンドって入れていけばつみれの出来上がりですね。積み入れの語源ね、こう積み入れるということから、積みこうつまんで入れるということから積み入れというね。はい、ですのであとは湯に取るとこですね。そこをご紹介いたします。はい、お湯が沸いてきました。ここにですね、まず昆布を少し刺して、お酒をちょっとひとたらし、それにお塩ですね、お塩ちょっと入れてください。それで先ほどねこうね作りました、混ぜ合わせましたアジのこれつみれを、ここからつみれ取っていくわけですけど、まずね手にねこう握れるだけ握るんです。そしてここね親指の上からこう絞り出して、これをもう一度ここへ入れて、これをこういうふうに繰り返す、繰り返して最後にこれ空気抜きしてるんですね。最後に絞り出たやつを、最後に絞り出したやつをスプーンでプッとすくってます。これでこれをお湯に落とすと、この大きさはねもうご自由にしていただいていいんですけど、こうです、いいですか、こうで、そしてこのお湯に入ったやつが浮いてきてこうある程度膨らみますのでね、そこまで放置しておいてください。これを繰り返してどんどん玉を取っていきます。
こうして取っていっぱい入れていくとですね、だんだん火が入ったのから浮いてきます、こうやって浮いてきます。ただまだすぐはね、芯まで火が入ってませんから、しばらく放置してください。はい、こうしてね、浮いてきたらこうね、積み入れた時よりは膨らんで大きくなってるんですけど、もうそのぐらい膨らんだやつはね、火が入ってますので揚げていきます。でこういうザルを用意していただいて、この上にこう揚げていきます。はい、はい、このように出来上がるわけです。あとはこれを冷ましておいてください。はい、いかがだったでしょうか。アジのつみれの作り方ご覧いただいたと思いますけども、まあそこまでできたら、あとはどう召し上がろうかはもうご自分の考えでいいと思います。まあ、先ほどのおつゆを利用してお吸い物もよし、まあつみれの鍋もよし、またはね、こう串刺してですね、ね、こう焼いて食べる、もう焼き鳥屋さんにいる雰囲気ですね。まあこう団子にする前にここに直接ね、生の状態で巻きつけてね、それで焼いても結構ですし、またはハンバーグのように形をとってフライパンで焼いてね、ハンバーグと全く同じように召し上がっても結構です。まあ手間はかかりますけどね、まあどうでしょうかね、まあご自分で釣ってきた味でしたら、一度トライしてみたらいかがですか。まあ刺身だけじゃなくね、いろんな食べ方ができるということで、一つ一つの例をご紹介いたしました。参考にしてみてください。